はい、わかりました。はい、私も電話する。はい、今日なら時間があるかと。え、はい、時間あります。多分やっぱり気にしないで。私も女の子用の時計が欲しい。だから作っちゃおう。手に書いて折り返しお電話します。あなた時計が欲しいのね。あら、おいで。あなただけの時計を作りましょう。まずは時計の文字盤ね。次にフレーム、繰り返したら裏部分を貼り付ける。いい感じ。ここからがお楽しみ。ハローキティ、こちらにどうぞ。背後にこれを貼り付けて色を加える。ピンクは間違いないでしょ。2つをつなげて最後にお気に入りの時計を差し込んで。見てエヴァ、これ見て。すごい、つける。これ本当に私に？今何時かしら。やった。さて仕事に戻りましょっと。あ、私も。はい、今やってます。あと少しで終わりそう。そっちはどう？エヴァ、マジックを見たい？うん、見たい。耳の後ろに何かあるよ。うそ、お金持ちだ。他には？そうだな、すごい、このゲーム大好き。おお、ここにもあった。これ楽しい。これも忘れないで。それからこれも。ここにも？その通り。見て、このコイン、すごい。全部あなたのよ。すごい、やった。安全に保管しなくちゃ。うん、それは小さすぎるかも。全部は入らないと思うけど。入れ。さあママ見て。無理だよ。不可能なんて言葉はないわ。見てて。まず段ボールを色紙で折って、短い木釘を加える。その上にバネを置いて、次にこれをここに置いたら、この厚紙に通す。この木の棒をのり付けして、コインを入れると。蓋をつけるよ。これでよし。見た目を楽しくするために可愛い顔にするよ。コインを食べたがってる。ほら、お待たせ。これで全部のコインが入るよ。でもどうやって？見てて。いい？下の上に置いたら、これを押すと、ほら、やってみて。わかった。よし、さあどうぞ召し上がれ。食べた。わあ、これすごい。ちょっと時間かかるかもしれないけど。はあ、なになに、まだお腹空いてるって。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。シャワーの時間ずっと楽しみにしていたの。ああ、気持ちいい。ラン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 、シャワー大好き。歌手になれるかも。よし、乾かそう。素敵な色、自分だけのレインボーみたい。出かける準備しなきゃ。髪の毛どう？ちょっと変えてみよう。待って、そういえば前、いった、やけどしちゃった。問題ばかり。コンセントが絡まっちゃった。あ、何が起こったの？やめとこ、危ない。使わない方がいいかも。怪我をせずに髪の毛を巻く方法ないかな。そうだ、洗濯バサミ試してみよう。物干しに髪の毛を巻くの、こうやってね。洗濯バサミで髪の毛を固定したら、あとは待つだけ。見た目は変だけど、うまくいくはず。綺麗に巻けたかな？変な気分。いい感じ。行ってきま、うわー！もう、なんで怪我させようとするの？見て。お、そのブレスレット。これ、ダイヤモンドだからすごく重たいの。へえ。私はこれ。
イヤリング可愛いでしょ。綺麗、羨ましいな。じゃあこれはすごくない？私なんて笑顔が光るよ。信じられない。あ、そうだ、これで負けない。髪の毛にキラキラ、どう？嘘でしょ。あれ、どこ行っちゃったの？落ちちゃったみたい。恥ずかしい。私はこれよ。それは何？キラキラをこうやってつけるの。簡単でしょ。いろんな色があるよ。わあ、すごいでしょ。このスタイルかわいい。私の髪の毛なんてつまらない。まぶしい。ああ、何も見えない。目が。これでよし。わあ、この髪型かわいい。素敵だな。私も髪型変えたいけどどうしよう。ものは試し、ハサミが必要。よし、大丈夫、髪の毛だけだから。私ならそんな風に切らないわ。ほら見て、ハサミちょうだい。危なかった。一体どうすればいいの？ああ、いいこと考えちゃった。ヘアゴムで髪の毛を結んだら前に出すの。あとは残りの髪の毛を編むだけ。楽しみだな。あと少し。後ろ完成。上の部分を離したら編んだ髪の毛を中に入れるの。しっかり通してね。あとは前髪、ヘアアイロンで整えよう。熱を少し与えれば OK。 広げたら完成。やった、モデルみたいになれたかな。何したの？どういうこと？ハサミないのに。私凄腕みたい。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。チケットあるかい？どうぞ入って。ハロー。お菓子はダメ、箱に入れて。でもまだ食べ終わってないんだけど。キャンディーなんて嫌いだ。よし入っていいぞ。遅れちゃったかな。こんなのずるい。映画といえばお菓子なのに。待って、はあ、映画大好き。ん？何か用？まあいいや、それよりもお腹がすいた。うん、おいしい。嘘、本気？うわー、朝って苦手。ベッドに戻りたい。あ、準備しよう。え、この毛やばくない？ビッグフットみたい。あー、そういえば全然剃ってない。今すぐやらなきゃ。しばらく時間がかかりそう。本当に最悪。こんな姿誰にも見せられない。カミソリじゃ足りない。芝刈り機を使えばよかった。うわ、気持ち悪い。終わってよかった。うわ、何これ、もしかしてヘアモンスター？出てきて。予想外だった。流しておこう。戻ってきたら困るし。うわー、やっちゃった。あれは何だろう。あの結束バンド使えるかも。きっと解決してくれるはず。よし、やろう。結束バンドに切り込みを入れる。斜めにカットするよ。上の方までね。結束バンドをもう一つ用意して留め具に通したら固定するの。下にループを作ってね。準備できた。排水口の詰まりを解消するよ。結束バンドを穴の中に入れたら排水口から引っ張り出すの。うわ、気持ち悪い。ゴミ箱に捨てよう。便利なツールね。チュッて何やってるの？シェイクシェイクベイビー。ダンスをすれば掃除がもっと楽しくなる。シュシュー。これはなんだ？全部きれいにしないとピカピカにね。
塵一つ見たくない。あそこも掃除しよう。このひどい音何？あ、歌声ね。ん？メールが来た。嘘、この時をずっと待っていたの。でもこんな格好じゃ出かけられない。執事来て。はい、ただいま。洋服ですね。どんな行事にも対応できます。どれどれ、キラキラした洋服？いや、これはどうですか。華やかで彼も驚くこと間違いなし。本気？シーク、ダイヤモンドを散りばめたゴミ袋みたい。なかなか難しい。あ、そうだ。もう最悪、それに時間かかりすぎ。あら、きっと気に入るはず。僕の手作りです。綺麗、着てみたい。わお、すごく似合う。いつものことですよ。洋服に伴う髪型にしてあげますね。私に任せてください。いつも母のをやっているので、流れるようなカールにしましょう。わあ、この匂いは、はあ、かっこいい。完璧なデートになりそう。髪の毛どう？大丈夫です。完成しました。見てください。私はいつも素敵。待って、顎に何かついてる。やだ、私醜い。どうしよう。ごめんなさい。これどうにかして。プレッシャー。待ってください、これじゃない。他には絶対にダメ。おっと、そうだ、ダストバスター。これならいけるかも。試してみる価値はある。肌に当てると毛穴の汚れを吸い取ってくれる。雑巾がけのようなもの。ふう、すべて取り除けた。どうぞ。完璧な肌に戻ったみたい。よかった、これで安心。助かったわ。この小さな機械のおかげですよ。ああ、他にも問題があるんだった。直さないと。とりあえず隠しておけば OK。 これでよし。デートの準備できたわ。じゃあね。はい、お気をつけて。危なかった。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃ、またね。本当に投げて大丈夫？ベッドに投げたつもりでも重力がいたずらしちゃいます。ご愁傷様。スマホのライフハックを知っておいた方がいいね。見て、ソフィアが頑張っています。気が散ったりしないんだね。で、そうでもないか。あれ、どこ？この辺にあるはずだけど。隠れないでよ。コードをたどれば。ちょっと長すぎじゃない？腕が疲れてきた。これスマホじゃないじゃない。頑張って損した。腕がしびれてきた。よし、もうちょっとで見つかるはず。やっと見つけた。結局電話取れなかった。かけ直さなきゃ。待って、これ使えるかも。うまくいくはず。充電コードをマジックペンに巻きます。全部巻けたらドライヤーの熱風を1分当てましょう。ペンを外したらコードが短くなります。これで見つかりやすくなりましたね。よし、これで勉強しながらでもスマホを手繰り寄せなくて大丈夫。いつかかってきても OK。 ケビンだ、元気？さっきはごめんね。おお、いい天気だ。ウォーミングアップは忘れずに。げ、この短パンポケットないじゃん。困ったな。ここはどうだろう。あー、危なかった。靴下の中はいいんじゃない？でもこれじゃ走れないよ。どうしよう。短パンのゴムに挟む？
やばい。ああ、危ないところだった。画面割れてないよね。俺バカだな。どうすればいいんだ。あれ、ソフィアの携帯。なんで袖から落ちないんだ。僕もやってみよう。スマホケースを外して袖の中に入れます。スマホをケースにはめましょう。いいね。ちょっと待って。あら、仲がいいわね。デートはうまくいってるみたいですね。ちょっと待ってね。メイク直ししましょう。どこ行ったかな。滝？違う。もうなんでないのよ。全部出しちゃえ。うわ、こんなに入ってたのね。コンパクト発見。あら、おかえり。これ全部君の？なんでテープなんか持ってるの？いい質問ね。これ結構役に立つのよ。うまく活用しましょう。画面を下にしておいて、ケースに両面テープを貼ります。裏紙を剥がしてテープにコンパクトを貼り付けたら、大事なものが一つになります。アイメイクを直しよう。うん、綺麗。賢いな、ソフィア。このグルーガン超便利。すごくクールになったぞ。新しい iPhone がやっと届いたわ。新しいスマホ嬉しい。ほら見てよ、スクリーンもピカピカ。私のものよ。よかったね、ソフィア。ちょっとここに置こう。あら、テーブルが濡れてる。こんなところには置けないわ。おっと、あ、いいこと思いついた。ちょっと貸して。大丈夫だって。スマホをラップに巻いて下向きに置きましょう。スマホを置いたらグルーガンを持って縁にグルーをつけます。綺麗に太めにつけましょう。次は鱗模様を描きます。そうそう、カメラの縁をなぞって、次は縦の線。いい感じ。乾いたら外しましょう。オリジナルケースの完成。わあ、すごい。ありがとう、ケビン。わあ、かわいいのばかりだわ。これ特に素敵。ポップソケッツ高くないし買っちゃおうかな。お金ちょっと貯めたし、2ドルじゃ足りないわね。あー、残念。お金のせいよ。もう引き出しを壊しちゃった。最悪。これポップソケットにすごく似てる。スマホを画面を下にしておいて、ホットグルーを一滴真ん中につけます。次にノブを上につけましょう。あとは乾かすだけ。自分で工夫するのっていいよね。すごく持ちやすくなったわ。いいアイディア。ああ、
もう朝なの？僕の朝の肌綺麗だな。朝の自撮りをしなきゃ。あー起きよう。うわー自撮りばっかり。なんか刺さるな。ああ僕の写真か。筋肉決まってる。いい男だよな。最後に服をチェックしなきゃ。おっと忘れてた。僕のラッキーフォト持ち歩かなきゃ。ポケットに入れる。困ったな。そうだ、ビンゴ。透明のスマホケースを用意します。使いたい写真を下向きに置きましょう。次にアイロンをかけます。写真を置いたままでお皿に入れた水に入れます。全体が浸かるようにしてくださいね。たっぷり20分待って取り出します。紙をちょっとこすったら写真が出てきます。すごいでしょ、ケビンケースの出来上がり。欲しくないか。バスケのコートで会う。わあ俺かっこいい。ああうん聞いてるよ。試してみたいライフハックはありましたか？ぜひ全部試してみて。この動画を友達と共有して一緒に作ってみてね。こっちの動画は見た？新着動画を見逃さないようにチャンネル登録してね。作り料理に勝るものはないわね。隠し味はもちろん愛、そしてたくさんのハーブ、風味が増すの。いい香り。それしっかり混ぜて。ママ、なんかいい匂いがする。もしかしてあのパスタソース？そうよ、待って。え、嘘、遅刻しちゃう。行かなきゃ。でも、夕飯は？そうだった、かき混ぜて焦がさないようにね。今何が起きたの？何かの冗談？難しくはないけどつまらない。あ、鼻くそ。ヨガでも練習するか。おーいや、ネットショッピングでもしよう。これなんだろう。うん、買ってみよう。あとは待つのみ。わあ、もう来た。お金使うの大好き。これがあればもう大丈夫。フライパンに入れたらあとは任せるだけ。ぐるぐる回ってる。指一本動かす必要ない。私って頭いい。リラックスしよう。料理って簡単ね。はあ、どれどれ。ただいま、ベティ。何してるの？何ってわからない？料理だよ。このロボットはお友達？味はどうかしら。うん、わお、舌が喜んでる。でしょ？まるで未来を生きているようね。素晴らしいわ。この本、もっと絵があるのかと思ってた。宿題嫌い。はあ、もう無理。ちょっと休憩しよう。そうそう、これ。ベティ、この中？勉強進んでる？ちょっと待って。何をしているの？宿題は？代わりにビデオゲームなんて。もう終わり。ストップ。このゲーム楽しい。は？それちょうだい。ちょっと忙しいんだけど。ほら早く、本気よ。でもずるい。信じられない。くだらないゲームをやめさせる方法思いついたわ。スマホ用の刑務所。鍵をかけるの。鍵は私が持っておく。
この中にね。絶対に取れないわ。宿題が終わったら返してあげる。はい。一体どうすればいいの？鍵開けられないかな。歯が折れるかもしれないけど、その価値はある。あ、何しているのかしら。ダメだ。わかった、今回はママの勝ち。宿題やるけど納得はしてないから。いい感じね。ほら、頑張って。ああ、そうだ、思いついた。多分だけど、5+5は10。ふう、疲れた。スマホ返してくれる？よくできました。鍵はここよ。頑張ったわね。スマホ取りなさい、約束したからね。ちょうだいちょうだいちょうだい。会いたかった。二度と離れないでね。うわあ、これは大変だ。全然わからない。ちょっと確認しよう。あ、見つからない。あ、あった、これこれ。やっぱりね。ってことは、わかった。簡単ね。答えは10。できた。信じられない。よかった、ここにいたのね。勉強してる？ママ、一つ解けたよ。はい、あげる。頑張ってるからね。え、嘘。そんなことしなくてもいいのに。ママ、これってもしかして携帯電話？本物？そうよ、嬉しい？やったー！世界一最高のプレゼント！よかった。じゃあまた後でね。待って、行かないで。自撮りしなきゃ。化粧前だけど。笑って！しなきゃいけないのに。プレゼントも探さなきゃ。この瓶使えるかも。見た目が悪い。待って、これは違う。じゃあ本は、まな板。どれもダメだ。よく考えて。ん、これはケーキを作るのいいかも。簡単そうだし。待って、これだ。美味しそう。仕事に取り掛からなきゃ。材料が必要。これでよし、ケーキの完成。あとは焼くだけ。わあ、私すごい。でも写真とは全然違う。なんでこんなことに。どうしよう。絞り袋とかないし、使えるものないかな。あ、ペットボトル。キャップを外せば、使えるかも。少し手直しするよ。メスを使ってね。ボトルの縁に切り込みを入れる。小さな部分を取り除くの。こんな感じ。次はリンゴ。フロスティングに味がつくよ。キャップを閉めて、カップケーキを仕上げる準備 OK。 ペットボトルを絞れば美味しいカップケーキの出来上がり。美味しそう。今すぐにでも食べたい。でも一つ足りないものがある。ろうそく。完成。ママ気に入ってくれるかな。あ、帽子は取っておこう。ママ、お楽しみの準備はいい？テディ、いい。こんなに高くジャンプできる。なんてことを。告白人だ。兄？ママ、私のテディを見て。心配しないで、直してあげるから。必要なのは透明なテープだけ。一部を切り取ったらピンクのペンで色をつける。綺麗にカバーしたいでしょ。次に中央にストローを置いたらテープを折り返すわよ。それからストローに息を吹きかける。ほら膨らんだ。端っこをつまんで封をしましょう。いろいろな大きさのものを作ったのよ。これをくっつけたら修正ペンを使ってテープに書くのよ。まずは大きな円から。次は色を塗るわ。次に目を描く。そして鼻と口。すごく可愛いわよ。上に髪の耳を貼ったら、ほーら、できたわよ。とても柔らかくて可愛い。兄、これを見て。わあ、可愛らしい。ぎゅってしたい。どうぞ。でも気をつけてね。ふう。今日から親友ね。一緒に遊ぼう。ランチよ。それじゃ後でね。バッグどこかしら。ここにサインを貼っておこう。よし、営業開始。あら、お客さん。ママ、
クロエ、私の店へようこそ。何か気に入ったものはありますか？時間がないのよ。$38？今はいいわ。大丈夫、まだまだあるよ。うん、しょうがないわね。フラミンゴかわいい。素敵だけど遠慮するわ。バッグを探してるから。ちょうどいいものがあるよ。今日届いたばっかりよ。私のバッグちょうだい。高くつくよ。お金はないわよ。じゃあダメです、お金。もうしょうがないわね。待ってなさい、これで支払うわ。おお、ピカピカだ。ママってばとぼけて、現金だけだよ。急いでるのよクロエ。どうしましょう。ちょっと待って、いい考えがある。ああ、これでうまくいくと思う。この手袋と箱が必要ね。すぐに戻るわ。まず箱を切り分けるところから始めるわね。グルーガンも使いましょう。この部分にグルーの線を薄く引く。これで十分ね。これを大きな長方形に貼り付ける。ギュッと押してくっつけるわよ。あとは同じようにする。端の小さな窓を忘れずに。次は紙切れをくるくると巻くのよ。きっちりきつめに巻いてね。最後は残しておいて、この窓に通すの。いい感じね。正方形の厚紙の端に接着剤を塗るわね。手袋しててよかったわ。箱の一番上に貼っておくわよ。少し小さいけど、そういう風に作ったの。さて最後のパーツね。3辺につけたら斜めにつけるのよ。いいじゃない。さあいよいよ飾り付け。サイドにグルーを塗ったら黒い生地で覆う。折り目がつかないように端っこは少し残しておいてね。白い紙をここにつけたら、ディスプレイとキーパッドになるわ。数字は等間隔にしておくの。クレジットカードをこうして、ふう、使えるわ。レシートは一番上に出てくる。クロエが気に入ってくれるといいんだけど。試してみましょう。カードは使えますか？わお、すごいよ。どの店にもカードキーがいるでしょ。ビジネス成功してる。じゃバッグを買ってもいいですか？うん、もちろん。そう言うと思ったわ。ここでカードをスライドさせたら買い物終了よ。お買い上げありがとう。どうぞ。やっとだわ、これでいける。あれは何？どっから落ちたの？冗談でしょ。ちょっとどうなってるのよ。需要と供給よママ。クレジットカード用意して。ブルンブルン、キキブンブン。惜しかったね。避けろ、行くぞ。誰にも止められない。シャンラランララン、部屋に掃除機をかける。楽しいわ。これ以上いいことある？シュップドゥトゥップ、ちょっと待って、アクセルだ。ブーン、イエーイ。早く早く。本当に汚いわね。あれ、全然吸い込んでない。どうしたのかしら。何がどうなっているの？壊れたのかしら。何かがおかしい。そうよね、クロエ。ねえママ、行こうよ。ちょっとクロエ、掃除中よ。これはゴミ箱行き。まあいつも台無しにするんだから。あら、ちょっと待ってよ。不公平だよママ。何か企んでる？いい考えがあるな。パーツを切り分けるわ。それからグルーガンを使うわね。まずはこのパーツからエッジに沿って接着剤をつけてっと。十分ね。次は大きな四角にくっつけるわ。反対側も同じようにしてね。長い段ボールを使って曲げたり形を整えたりできるわね。接着剤で固定したらこれは置いておくわね。ソーダのキャップに穴を開けたらストローを2本通すわよ。ぴったりフィットさせてね。緩んでほしくないから接着剤で固定しましょう。キャップの外側にもね。段ボールの上に開けた穴にストローをこうやって通して脇の穴から出してね。キャップももっと用意してね。ストローに木の棒を通していくわ。ストローより細い木の棒を通すの。ソーダのキャップはどちらの端にもつけてね。それからグルーでくっつけていきましょう。本体にくっつけるわよ。わあ、すごい。これを段ボールの裏側に固定する。仕上げの時間よ。ライトや窓を忘れずに。ソーダのキャップに風船をかぶせたら風船を膨らませて試運転の時間よ。気をつけて。何これ。わあ、すごいよ。気に入ると思ったの。ママありがとう。
いいのよ兄。早速遊んでみよう。よしできた、行くぞ。わあ楽しい、とっても早いね。あーそんな、ぶつかっちゃう。おっとママごめんなさい。しょうがないわね、やっぱこうなるわよね。やったろうじゃない、いけー。わあ楽しい、いけー。子育てって大変ですよね、わかります。でも大丈夫、生活をより楽にするライフハックをお届けしますから、情報をお届けするのでいろいろ試してくださいね。いい色のチークね。ああ誰かから電話だ、答えなくっちゃ。もしもし、あら本当、信じられないわ。プチプチ、あママが電話してる、私もしたい。あそうなの、来ればよかったのに。そうね、また後で。あじゃあね、大人になった気分。でも本物の電話が欲しいな。ダメだけどやっちゃう。完全犯罪よ。あら可愛い兄ちゃん、バレた、逃げなきゃ。諦めないよ、バレないように。あらメイクしたいの兄、こちょこちょ。可愛いねママ。よし今度こそだ。あらハグしてくれるの、優しいのね、ありがとう。そうハグをね。うんバカバカしくなってきた。ママは準備しないと。全然手に入らないよ。準備完了、手袋をしなくちゃ。よし完璧なタイミング、早くしないと。そうねランチよね。これこれ、すごく柔らかいの。そうしましょう。やっぱ兄大変、助けるわよ。わあどうやってやったの、何してたの兄。ごめんなさいママ、携帯で遊んじゃダメだって言った。ちょっと待って、あれが使えるわ、いい考えがあるの。この箱さえあれば仕事に取り掛かりましょう。まずは小さな正方形から始めるわよ。簡単なスケッチをするわ。携帯電話の輪郭になるのよ、芸術的な気分だわ。次は詳細ね、キーパッドと、ここまでは順調ね。それから画面を書く、次にこっちも同じようにする。これが電話の反対側になるのよ、絵心があってよかったわ。次は切っていくの、じゃん、この2枚を裏返したらグルーガンを使うわよ。エッジにグルーを塗るの、たくさんはいらないから、この段ボールのストリップをグルーの上に乗せるわ。電話の側面になるの、こうして巻いて、こんな感じで。もう一枚の厚紙は上に乗せましょう。もう一つも同じようにするのよ、形になり始めてる。次はつなぎ合わせるわ、金属のパーツを使って。これでいいわね、段ボールの内側に貼り付けるの、パカッとできるわよ。本物の携帯みたいでしょ。あとは色を塗るだけ、修正ペンから始めるわね。それからピンクのマーカーで縁を囲む、ひっくり返して反対側も同じようにする。次は可愛い猫ちゃんのシールよ、液晶の部分には穴を開けてイラストを差し込むの、完成よ。アニーも大満足ね。じゃーん見て、あら間違えちゃった。もしもしアニーと話したい。わあすごいよママ。作ったのよ。本当に？わあすごいよ。大事な電話があるんだ。電話出てくれるかな？もしもし兄？ちょっと聞いてよママ。笑っちゃうよ。全部話して。お人形楽しいと思ったのに、ママ。どうしたのかしら？今行くわ。クロエ？何があったの？ママに話して。これつまんない。そうなの？ちょっと待ってね。何これ、試してごらん。おお楽しそう、おいでダッキー、カラフルだね。うんこれは楽しい。これでおとなしくなるかしら。ダッキーが上に上がって、終わった。ママ嘘でしょ、本読みたいのに。今度は何？おもちゃ遊び終わった。あら上手じゃない。他に何か持ってくるわ。
楽しんでゆっくりとね。おお、これはいいね。イラストを合わせるのね。難しくないっしょ。ああ、めっちゃ簡単だわ。うん、つまんない。ママ、また？やあ、ピカチュウ、調子はどうだい？もうどうしたの？見て、完成したよ。何か他にないかしら。そうね、どうかな。いや、何もない。どうしましょう。ふん、待って、あれならいい考えがあるわ。これで問題解決よ。そこで待ってて。ダンボールを使いましょう。そしてハサミ、角を切るわよ。カーブをつけたいの。完璧。さあ、個性を出す時間よ。次の部分はマーカーが必要ね。厚紙に小さな四角を書く。それからセクションに分けるの。格子模様にするの。各マスに番号を振っておく。次はこうして切り抜いたら、まず横に置いておくわね。ピンクの紙を用意したら、これを使って正方形に色を塗るわよ。とてもカラフルね。裏返したら、その裏にスティックのりをこすりつける。しっかりくっつけたいからね。これがフレームになるわよ。次に真っ白な紙が必要よ。ハートを描くの。それからピカチュウをスケッチする。ミスはしたくない。クロエもきっと喜ぶわ。プレッシャーも結構かかるけど、早速色を塗るわよ。ピカチュウもお忘れなく。私のチークもローズ色ならいいのに。芸術品よ。さっきのピースをひっくり返したら、糊を塗っていくわ。そうしたらイラストを貼るの。折り目がつかないように。そしたら切り分けてフレームに入れるわよ。こんな感じで並べたら、素敵なパズルになるわよ。よし、準備 OK ね。クロエも気に入るはずよ。ああ、忘れるところだった。パズルを動かしておかなきゃ。クロエ、あなたのために作ったの。ピカチュウ見て、すごいよ。うまくいったみたいね。よし、行くぞ。うん、これは厄介そうだ。これをこっちに動かして、そしてこれを動かす。集中しないとね。はあ、リラックスしなくちゃ。待って、ちょっと確認。よし、いいわね。これで最後。ママ！嘘でしょ？なーに？これ見てよ。ああ、もう完成させたのね。すごいわよ。もう一回やりたい。楽しかったよ、ママ。急いで。子育ては大変ですから、いろいろなライフハックを紹介しました。あなたのお気に入りは何でしたか？下のコメントで教えてください。今日の動画をお友達と共有したら、新着動画を見逃さないように、チャンネル登録もよろしくお願いします。私かわいい。あ、どうも。あなたそこにいたの？よくあるリアクション。うひょー、あー、クラクラする。ああ、ゴリラだ。ここから逃げろ。メガネ忘れてるよ。ちょっとみんな見てよ。ウケる。このジョークタイツ抜群だね。だからいつも完璧って。ああ、よく寝た。じゃ着替えよっか。可愛いけどまだ足りない。こっちの方がいいね。髪をセットしよう。あー、ダメだな。この方がいい。なんか足りない。そうだ、アクセサリー。女子にはきらめきがないとね。ほんと綺麗。服にもマッチしてる。アレックスがくれたんだよね。彼ほんと最高。ずっと大事にしてるんだ。よし、準備できた。行ってきます。あ、あれ、アレックス？違う女子といる。何喋ってるんだろう。あの映画最高だったよ。あ、そうだそうだ。プレゼントあるから目閉じて。ええ、プレゼント大好き。好きな子の気を引くために用意するのはエポキシレジン。そこにラメを加えます。よく混ぜて、こんな感じ。ハート型の中にレジンを入れます。
たっぷり入れたら固まるまで待ちます。レジンが固まったら型を外して、そこにチェーンをつけましょう。あとは誰かに渡すだけ。はい、目を開けて。わあ、それ私に？いや、つけてあげるよ。でもでも、私のこと好きなんじゃないの？ちょっと、どういうこと？それ、これと同じやつじゃん。いらない。お、かわいい。チェリル、彼氏いないよね？ねえ、チェリル、この絵、よく描けた。かわいい。オタクども。あ、ヤマンディ、おはよう。私何か変わってない？わあ、それ本物？ちょっと入れたくてね。ここにもずっと残るアート。超クール。集まるな、邪魔くさい。まったく、何の騒ぎかしら。私もあれくらい人気なら。まあ、なんてこと。ステイシーさんを助けるわ。マーカーのキャップを外し、カッターで形を整える。そしたらもう少し削って、こんな風、ハート型にしましょう。これでよし。マンディ、いい気になって。はい、これどうぞ。何？あなたにもインクをね。どういうこと？そうか、わかった。すごい。これを肌に押し付けるとタトゥーみたいになる。しかも落とせるやつ。いいじゃない。うわ、そのタトゥーいいね。でもそれなら私が。よし、成功。じゃなくて、お静かに。ほら、こっちいらっしゃい。これを見て。あなたと私の秘密よ。私も昔は若くて可愛かった。それが今やおばあちゃん、人気者だったのに。今や編み物と猫がお友達。やあ、おばあちゃん。あら、よく来たわね。お座り。どうしたの？なんで泣いてるの？なんでもないよ。教えて。恋と失恋のお話よ。君はまるで真夏の日のようだ。まさしく君がいると人生が楽しい。おや、あの子は？お花がいい匂い。かわいい子ちゃんだ。今の全部聞こえてるんだけど。いやいや、お花がかわいい子ちゃんで。何それ、かわいそう。あの子にはかなわない。残りの人生一人ものだよ。今猫投げた。私を見て、シワだらけ。彼の気を引くなんて無理。困ったわね。あ、いい考えがある。このマスクよ。これでどう？銀行強盗になった気分だけど。でも彼が戻ってくるなら我慢ね。それをして寝るといいよ。じゃ、おやすみ。さてさて、鏡は効果あったのかしら。お肌のシワがない。若返ったわ。たるみも消えた。なんて素敵な。アレックスに見せるのが楽しみ。準備しなくちゃ。はあ、コーヒーが美味しい。起きた。やれるわ、私。どうも。こちらよ。マンリー、素敵じゃないか。待って。あら、あの若い方は。おや、どうも。こら、私と喋っているんだぞ。今日はママの誕生日。絵を描いてあげよう。綺麗にするんだ。ここに緑をちょいっと。うまくいかない。台無しだ。
マンディが助けてくれるかな。マンディ、マンディ、ラララン、お便器に座りまして、うーえーい、マンディ開けて、ブブブーレブブブー、助けてよ、絵がうまくいかない。あー落ち着く、お願いお願い、あー気持ちいい、邪魔すんなっつの。そうだ、ヘアピンで鍵を開けよう。映画で見たんだよね。保湿もしっかりと。やった、うまくいった。マンディ、マンディ、なんで入ってきたの。絵がうまく描けないの。助けてよ。あれ抜けないだ、すっきり。そうだ、これなら。おいで、綿棒をもっと用意。これを束ねて輪ゴムで留める。これでお絵かきできるよ。どうやって？緑の絵の具をつけて紙に押し付ける。葉っぱみたいになるよ。わあ、やってみる。簡単ね。あ、思いついた。これ一本使ってさ。いいぞ。黄色い点を作っていこう。ああ、いい感じね。これも忘れずに。蜂の巣でしょ。ほら、これで完成。巣に蜂はつきもの。どんなもん。すごいね。やっとね。あ、ママだ。今日は楽しかった。お花もありがとう。あ、ママ誕生日おめでとう。え、今日ママの誕生日。落ち着け。二人で描いたよこれ。え、二人で。あら、二人とも素敵よ。ありがとう。皆さんが一番よく使うライフハックは何ですか？コメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。みんなゲームは大好き。でも皆さんがどんなタイプのゲーマーかはお財布事情で変わってきますね。課金しまくりか、また無課金か。さあ皆さんはどっち？スマホセット完了。ウィッグ完了。ヘッドセット OK。 配信開始。みんな会いたかったよ。またレンズが曇ってる。よお前ら、バタバタしてすまない。あ、そうだ、ライトライト。あれ、もう4時じゃない。そんじゃゲームスタートよ。今日は何でやろうかな。やっぱり剣かな。レザーの感じも決まってるし。でも短パンってのが嫌だな。何この人、漁師？んー、どうなのそれは。釣り竿でどうやってゾンビ倒すのか分かんないんだけど。うわ、カラフル。ユニコーンは大好きなのよね。まあでも角は余計か。あ、この子結構可愛いじゃん。てか私に顔似てるし。よし、頑張るぞ。よっしゃ、じゃあロード時間を待つか。どのキャラにするかな。なんだこいつ、パジャマか。寝不足な顔してるし。まあでも武器が強ければ。フライパンって攻撃力いくつだよ。微妙か。なんか違う感じするな。待てよ、戻れ。うん、なんだこれ、キャラ二択しかねえの。そんなら自分の腕で何とかするか。無課金だから文句は言えねえ。これハイスコアいくぞ。自己新記録しそうだ。よりによって今頑張った分が水の泡だ。こうしちゃいられない。
充電器充電器充電器、待ってろ、残り 1% なくなるな。よし、家に着いた。あとで会おうな、パソコン。充電器絶対ここにあるはず。あった。おい、刺され。あー、消えた。うわー、やった、このステージ勝てそう。あれ、本気で言ってんの？2台持ってきててよかったわ。どうもみんな、愛してるわ。それじゃあ一緒に遊ぼっか。あれ、何かしらエラー？ウイルスか何かかな。そんなのってありえない、ログインしたばっかなのに。タブレットも？って慌ててる場合じゃない。ちょっとバグが出ただけね。ああ危ないとこだった。ああ今日は大変な日だったな。気分転換にゲームするかって。電源電源、さて待たなきゃ。古いから動作が遅いだけだしな。まだかな、まだロードしてる。これいつまでこうしてりゃいいんだ。んで、もうたくさんだ。こいつをぶっこんでやる。うわ、いろんな方向から攻められてる。そうはさせないわよ。よし、私のペースね。あとちょっとで。あれ、ここ私の部屋じゃないわ。ゲームの中に入っちゃった。これってクールなんじゃない？あはは、こんなに速く走ってるなんて。よっしゃ、ずっと負けてないぞ。ちょっとクリス、あなた狙っていいの？うん、もしもし。うわ、どうしたの？寝る時間じゃなくて、今寝ようと思ってたんだ。ならよかったわ。もう横になるからね。そんなんじゃゾンビになっちゃうわよ。はあ、まだいるかな。あ、いや、おやすみなさい。はいはい。と思うじゃん、パソコンが呼んでるんだ。音を立てずにラウンド2だ。あ、やばい。今日も京都でゲームね。今日はラッキーになりそうな気分よ。絶対に勝ってやるわ。私のこのセッティング最高ね。行くわよ。あれ、10秒で死んだんだけど。よし、もう一回。何これ、なんかのジョーク？よし、もう一度やるわよ。負けすぎなんだけど。なんとかして。いかがいたしましたか？超死ぬ。かしこまりました、お任せください。今日までこのために訓練を受けておりました。さて、行きなさい。はい。その木危ない。ってごめん。うわ、すごい、勝った。勝者は私よ。ナイス。って、彼どこ行ったの？うわ、スコアが1000も上がった。よし、パーティーを始めよう。まずはスクリーンを磨いて。すべてオン。じゃあやるぞ。いて、うわ、いてて。これ入ってる？よし、建物の裏、あの柵の向こうだ。よし、やっつけろ。もうなくなった。いいや、
今日は俺の日なんだ。あれ動かなくなったってなんだ。マウスってそっち？どうすりゃいいんだ。新しいマウスが必要だな。ああ、チュースケマーク2欲しいな。貯金あったはずだ。お、緑はお札の色って1ドルじゃダメか。自分で何とかするしかないか。よし、やるぞ。今出ます。欲しいものを手に入れるのにお金が必要だって。箱さえあればいいんだよ。ここを切って、ここを貼って、もうすぐ完成。どうだ、俺のチュースケマーク2だ。こいつの動きを見てみろよ。ほら、俺ってやっぱ天才。ゾンビどもやっつけてやる。あれ、クリックが効かない。今壊れないでよね。こいつはぽい。ほんと鬱陶しい。チュースケマーク2、そう来なくっちゃね。ゲーミングに道具は必要よ。もう血に飢えてるわね。皆さんは課金しまくる派、無課金派、どちらの遊び方も楽しいですよね。動画のお友達との共有をよろしくお願いします。誰でもみんなトイレに行くから、ちゃんときれいにしなきゃ。便器をキラッキラにするハックを試しちゃおう。ドリルを使えばすっごく簡単。でもブラシのアタッチメントを取り付けてね。ほら、ピッカピカでしょ。よし、終わったから一人にさせて。早く授業が終わらないかな。トイレに行きたいのに。わかった人、hey. やってみる？来て。え、トイレに行きたいのに。なんでこんなことに。急がなきゃ。感心しちゃうわ。全くわからない。もう適当に書いちゃえ。こんなことやってられないのに。できました。すごいじゃない、ベッティ。どうしたのかしら。急いでるからどいて。ちょっと、ごめん。君のことを思ってたんだ。もうちょっと待ってくれない。本気で言ってるのよ。君はバラのように美しい。それで口説いてるつもり？待って、メモを見なきゃ。そう来ると思った。ママに手伝ってもらったんだ。うわ、行かなきゃ。ちょっと待って、君は。急がなきゃ。まだ5ページあるんだ。君は最高だわ。じゃあね。僕のこと好きなんだ。お掃除だ、頑張ろう。わざと邪魔してるんじゃない。お尻を突き出さないでよ。でも結構うまいわね。おー、イエーイ、シェイクイット、クリーンイット。タイミングを測らなきゃ。同じ動きのパターンだから。今だ、行け。わー、失敗しちゃった。おー、イエーイ、夢に出てきそう。よし、やっとたどり着いた。マジで信じられない。どうしよう。あ、使えるかも。やってみよう。うわ、キモい。ゴミ袋を用意して、便座の上にかぶせればトイレとして使えるわ。あ、すっきりした。やっと楽になった。待てよ、君を待ってたんだ。ああ、そう。変なやつ。ああ、シャワーを浴びたらすっきりしたわ。うわ、誰もいなくてよかった。見られたらめっちゃ困るし。よう、秘密にしておくから。隠れなきゃ。出かける準備しよう。やばい、まただ。いないから。見られてないわ。うわ、見られちゃった。ティナ、電話してね。こん
にちは。うわ、じゃあ続けましょうか。録画してるよね。うん、どうにかならないかな。まずはタオルの端を折ってから、針と糸を用意して端に沿って縫ってみよう。反対側まで縫い終わらせてっと。次はゴム紐に安全ピンをつけてヘリに通すの。反対側から取り出したら、もう一度針と糸を用意してゴム紐をタオルに縫い付けちゃおう。きちんと留めなきゃ。そうしたら余分な糸を切ってから、安全ピンのついた部分を切り取ってね。よし、次は接着剤を用意してタオルの端に少し塗って、その上にベルクロを貼り付けよう。早速試しちゃおう。うまく固定できたわ。ジャンプしても大丈夫。これでよし。うん、チョコスプレッド大好き。めっちゃ美味しい。は？ちょっと食べる？はい、あげる。ティーナ、何やってるの？あ、ママ。寝る時間よ。まだ眠くないわ。寝なきゃダメ。ほら、顔拭いて。変なおもちゃね。わっ！やめておけばよかった。ティーナを見に行かなきゃ。早く終わらせようっと。大したことないじゃん。チョコがたくさんついてる。ティーナ？ピー！ほら、きれいにしなきゃ。まずは歯を磨いて。うん、わかった。こんなの簡単よ。もっと使おう。ああ、つけすぎ。ミントの香りがする。とりあえず磨いてるし。待って、うん、ティーナやめなさい。すごい、いけ。何度やっても飽きない。ピューン、くれ。ピューピューン、歯磨きって最高。ダメ、もうやめて。あの目つき何なの。歯磨き粉を置いて。ティーナ、やめなさい。避けなきゃ。そうはいかないわ。それじゃ当たらないわよ。うわ、やられた。やりすぎたかも。歯を磨こうっと。それでいいわ。うん、いいこと考えた。これを使おう。何それ。ここに置いてから歯磨き粉を上に取り付けてっと。よく見てて。どういうこと。口の中に歯ブラシを入れると1回分の歯磨き粉が出てくるのよ。ほら、簡単でしょ。うわ、未来の世界にいるみたい。試しちゃおう。それでいいわ。うまくいった。よくできたわね。ママ、磨くから見てて。いい子ね。ああ、渋滞大嫌い。もう動いて。うわ、最悪。ほら、前進してよ。はあ、めっちゃ暑い。水を持ってきてよかった。これを飲めばバッチリ。早く動いてくれないかな。全然進んでない気がする。超退屈。水がなくなっちゃった。動いて。普通に運転できないの。バカばっかりだわ。うわ、水を飲まなければよかった。やばい、早く進んでよ。なんでこんなことになるの。待てよ、ペットボトルを使えるかも。ここではパンティと小さなペットボトルが必要。まずボトルの上部を切ってから、キャップに穴を開けて。これでよし。次はキャップにゴム缶を通してから、パンティに穴を開けてゴム缶を通すの。ボトルの上部を中に入れてから、キャップを穴に通してと。車を汚すわけにはいかないわ。はあ、すっきりした。前から知ってればよかったのに。外出するときにはいつも用意しておこう。絶対にバレてないわ。もっとコーヒー飲む？うん、めっちゃ寒い。これであったかくなるわよ。うん、私も楽しみにしてたの。これで温まれる。うん、おいしい。うん、そうね。まだまだ飲めそう。もっと飲んじゃおう。
暖かくて美味しいから最高。止まらなくなりそう。マグカップがたくさんあってよかったね。でも私は洗わないわよ。ずいぶん温まってきた。でもトイレに行かなきゃ。ちょっと待ってて。オッケー。ちょっと飲みすぎちゃったかも。よし。わあ！うわ、どうしたんだろう。ベティ大丈夫？何があったの？便座が氷みたいに冷たいの。もうそれだったら温めればいいじゃん。え、マジで？ん？これを使ってみない？いいわよ。これですぐに終わるはずよ。賢くなったつもり？うん。これがあれば冷たくないでしょ。こっちの方が良くない？ねえティナ。何？問題があるんだけど。あ、言ってもしょうがないか。頑張ったのに。どうするつもり？あ、わかった。ちょっと待って。どうやったの？え？返してよ。こっちの方が大切なの。リギンスを便座にかぶせて穴を開けちゃおう。これでどう？試してみて。ほら、向こうに行ってくれない？うん、あったかくて気持ちいい。うまくいったわ。はあ、もっと飲んじゃおう。よし、ちょうだい。うん、おいしそう。乾杯。私もトイレに行かなきゃ。我慢できない。俺は後でいいからね。うわあ、なんだこれ。神秘の国への入り口かな。確かめる道はただ一つ。いいえ、キャンディーピンクじゃなくてベイビーピンクのトップスを注文したのよ。いくよ、あともうちょっと。だから、ジャレット、ダメ、やめて。面白い。何してるのよ。ダメだって言ったでしょ。ずるいよ、絶対秘密の入り口なのに。泣かないで。ほら、これを見て。美味しいよ。うぅ、ちょうだい。ふぅ、危なかった。あら、このキャップ使えるかも。サイズはぴったりだし、やってみましょう。このキャップがあと何個かいるわね。このコンセントに入れてキャップを回すの。これでいたずらっ子の指を守れるわ。私もリラックスできそうね。ええ、ベイビーブルー、いえ、ロイヤルブルーのトップスをお願いします。さ、また入り口にトライしてみよう。あれ、おかしいの。退屈だな。もういいよ。うまくいったわ。他のコンセントも同じようにしなきゃね。幸せに暮らしましたとさ。でもまだ眠くないよ。ぐっすりお休み。もう行ったかな。まだ寝たくないよ。まだ遊びたいもん。このスライム大好き。伸びるし、ぐにゃぐにゃだし。あなたも遊んでみる？そうそう、食べちゃって。うんうん、私も食べるわ。あれ、もう朝なの？うわー、大変。髪どうしたの？スライムがくっついてる。ベタベタでぐちゃぐちゃじゃない。なんでなの？マディソン、どうしたの？お人形が。これは困ったね。しっかりくっついている。うん、うん、これスライムかい？うん、そうなの。話しなさい。家でスライムは禁止だって言っただろう。この子の髪どうしたらいいんだろうね。綺麗にするのは難しそうだ。洗っても落ちないよ。でもこうすればいいよ。剃っちゃうんだ。やめて、そんなのかわいそう。大丈夫、すぐ終わるよ。きっと似合うから。これなんだか楽しいな。わあ、頭が光っているみたいだよ。よし、できたよ。綺麗じゃないか。新しいヘアスタイルだよ。何言ってるの、最悪よ。いいアイデアだと思ったんだけど。だったらどうしたらいいのかな。あ、そうだ、いいことを思いついたぞ。この毛糸を使うんだ。次のステップでは針を使うよ。人形の頭に通して反対側から出すんだ。そして針を抜く。
黄色の毛糸でも同じようにするよ。最初の毛糸の横に入れよう。ふさふさの髪になるまでこれを続けるんだ。こうやっていい感じだね。虹色の素敵な髪になったよ。どうだいマディソン、気に入ったわ。すごくカラフルね。ありがとう。パパって最高よ。うん、そうだよね。僕も人形みたいなヘアスタイルにしようかな。コップを並べなきゃ。おや、ティーパーティーかい。可愛らしいね。そしてティーポット、入れたばかりのお茶よ。美味しいといいんだけど。お菓子もあるのよ。みんなの分があるから大丈夫。もう一つおやつがあるの。美味しいソーセージよ。あれ、足りるかな。私たち3人よね。でもソーセージは1本しかない。これじゃダメよね。3つに分ければいいよね。君ならできるよ。ソーセージに負けるんじゃない。うー、切れないよ。うう、あ、ごめんねパパ。どうしたんだい。私たち3人いるのに、ほら。ああ、それは困ったね。1、2、3。でもソーセージは1本しかないの。それはどうにかしないとね。ああ、そうだ、これを見てごらんよ。これがあればいいんだ。もしもし、注文します。マディソン、見てごらん。一気にソーセージをスライスできるよ。試してみよう。開いてソーセージをここに乗せると、金属の刃でソーセージをきれいに切れるよ。ほらね。うわあ、簡単に切れた。すごい発明じゃないか。すごい。じゃあ食べるね。まあ焦らないで、お皿に入れてあげるから。はい、どうぞ。うん、ありがとう。さあ食べて。これはいい道具だね。テクノロジーってすごいな。ティーパーティーを楽しんで。どうぞテディちゃん。いい子だね。これ読んでごらんよ。この町に猫泥棒がいたんだって。え、冗談だよ。ああ、わかったよ。マディソン。なにパパ。散歩に行ってあげてくれないか。いいよ、用意するね。よし、できた。行くよ。待って、うんちの袋を持って行って。汚い、嫌よ。はあ、じゃあ僕も行くよ。さっさと済ませよう。今日はダラダラしたかったのに。気持ちいいね。お、どうしたの。ああ、わかった、するのね。しょうがないよ、誰でもするだろう。うわ、一体何を食べたんだ。君が片付けて。犬を飼いたいって言ったのはパパでしょ。うん、わかったよ。なんで僕が。汚いな、触りたくない。臭いよ。ごめん、できないよ。そのままにはできないよ。そうだ、ヘアクリップを使おう。これでうんちをつかむんだ。見ててごらん。袋の中に入れてうんちを拾えばいいんだよ。これなら触らなくていいよ。そして袋をひっくり返したら完了だ。これはゴミ箱へ。賢くてかっこいいパパのおかげだよ。これは君に返すね。さあ行こう。ほら、ご飯だよ。とっても美味しい野菜、それからフライドチキン。あー、美味しそうだ。うん、スパイスの香り。え、なんだい。こんなの不公平よ。パパはチキンで私はこれ。僕が決めたんじゃないよ。ほら見てごらん、フライドチキンは乗ってないだろう。何よそれ。あ、そうだ、ねえゲームをしましょう。え、それって。いいよ、受けて立つよ。私が勝ったらご飯を交換ね。うん、賞賛ありだ。やるよ。クリームをのせるよ。後悔するよ。何とでも言えばいいわ。よし、いいよ。やった、ワクワクする。うまくいきそうな気がする。ふう、ほらね。ビギナーズラックだよ。僕の番だね。絶対大丈夫だよ。うわー、やった、私の勝ち。ずるいよ。いつもそう言うよね。さ、チキンをちょうだい。そうそう、これよ。ほんとだ、スパイスのいい香り。おい、もう一つゲームをしよう。ううん、しない。やっぱりダメか。
野菜は嫌いだよ。マディソン、またベッドから落ちたの？それでもまだ寝ているなんて。よしと。でもいい対策があるんだ。これで動かないだろう。ベッドからも落ちないよ。え？一体どうやって？毎晩これなんだから。でもいい考えがあるぞ。プールヌードルをベッドの枠に取り付けるんだ。切れ込みを入れておいたからしっかりはまるよ。マディソンが転がったらこれがバンパーみたいになる。だからもう落ちないよ。うまくいってよかった。さーて、静かに。ほら見てごらん、美味しいチョコエッグだよ。ちょうだい。簡単にはあげないよ。コップの下に入れて動かすんだ。どのコップに入ってるか当ててごらん。わかるかい？さあ選んで。ちゃんと見てなかったよ。みんなはどう？教えてくれる？うん、難しかったね。マディソンがチョコを食べられるように助けてあげてね。どのコップが当たりかわかった？コメントで教えてね。この動画を友達にも教えてあげてね。他にも面白い動画がたくさんあるから、チャンネル登録もよろしくね。準備はいい？負けないから行くぞ。新鮮な食材を使ってるからね。メグ言ったでしょ、穴ほじらないの。うん、いい考えが浮かんだよ。普通のマグカップに見えるかもだけど、卵を流し込むと気持ち悪。でも黄身と白身を分けてくれるよ。かなりクールでしょう。はあ、こんなの見たことない。もうちょっと頑張らないと。これはうまくいかない。勝ちな方が便利かもね。笑えないよメグ。勝負はまだまだよ。どうなっとるんじゃ。それでどうする？審査員が必要じゃ。なんだよ、新聞を読みたいだけなのに。来ましたよ。痛い。これを見てほしい。あ、これを忘れずに。若く見えるかしら。これ使ってね。なんだこれ。ああ、わかったよ。さあ、始めよう。どれどれ。これは面白そうだ。これが最初の挑戦で、おいしくてヘルシーなサラダ、始めてください。すごい、この野菜を見てよ。面白くなりそうじゃ。まずは玉ねぎから。でも切る必要はない。便利なガジェットもあるからね。これで楽になるでしょ。玉ねぎをここに置いてね。このスパイクのおかげでしっかりと固定されるんだ。それからハンドルを回す。うまくいってる。すごい、これ大好き。玉ねぎの薄切り見てよ、おじいちゃん。催眠術のようだ。見ているだけでめまいがしそうだ。これは考えないといけないわね。頑張って。幸運が必要かもね。そうか。派手な道具はいらない。ドリルがある。唐辛子を串に刺す。じゃあカッターを使うぞ。 DIY が好きだからね。びっくりさせちゃうぞい。じゃじゃーん、もっと面白くしよう。今度は大ぶりの唐辛子を試してみるよ。はあ、大変だ、疲れたよ。え、おばあちゃん何してるの？どうしたんだ、大丈夫か？絶好調じゃ。俊敏で最高の野菜スライスマシーンじゃよ。チョップチョップチョップ。ふう、これで大丈夫だ。楽しかったぞ。どうやってやったの？すごすぎ。マジで感動したよ。あれには絶対に勝てない。薄切りな玉ねぎってだけだし。あれね、これは気まずい。とにかく審査の時間だ。これは簡単、おばあちゃんの勝ちだ。そりゃそうちゃろ、嬉しいわい。どなたか野菜はいかがですか？いや大丈夫、食べて体にいいんだ。まあいいや、パクっとな。おめでとうさん。あれ、待たせてる。次の料理チャレンジはこれだ、おいしいサンドイッチ。ダメよおばあちゃん。失礼じゃな、お嬢さん。ちょっと待った、おふざけはやめてくれ。おじいちゃんごめんなさい。何を使えばいいんじゃ。考えさせてくれ。あ、わかった、ちょうどいいものがあるんだ。匂いだ。お待たせしました、キャッチ。わ
何それ、パン、それだけ。私にはこれがある。やることは分かってる。卵をカップに入れる。殻をちょっと叩いて、あ、割れるかと思った。待って、あった。しばらく時間がかかるかもしれない。着実に、一度でも滑れば全てが終わる。殻はそっと取り除いてね。よし、何かリラックスできる。緊張が解けていくのが分かる。パズルみたいだし。大きな殻も取れた。ふう、終わったよ。さて、お楽しみはこれからだ。この瓶に入れるよ。卵に色をつけるんだ。あー、かわいい。次に半分に切る。その指に気をつけてね。おいしい卵になるよ。チーズを重ねて、新鮮なシャキシャキのレタス、トマトも忘れないでね。さらにチーズとマヨ。それが終わったら、残りの半分を上に乗せる。最後の仕上げに、ごまを少し振りかけるよ。飾り付けをしたら出来上がり。おいしい卵のサンドイッチ。うーん、おいしそう。早く試してみたい。料理の出来上がりだよ。自分で作ったのかい。やる気出さなきゃ。まだまだトリックは持っとるからな。チーズを少し用意して、スーパーシュレッダーを使おう。楽な方がいいじゃろう。チーズはここに入れる。じゃあやってみるよ。おお、運動にもなるの。筋肉痛にもなるかもな。ボールからこぼさないように、もう少しだけ。それで十分。次に色を加えたい。赤い食紅を使おうかな。今度はそれを混ぜてみるよ。チーズに色を吸収させたいんじゃ。うん、いい感じだ。よし、活気づいたじゃろ。カラフルなチーズにしてみたぞ。次はなんだ。そうだ、ハートのクッキー型を用意してパンに押し込むよ。このパンも同じように。ハートが2つできた。ドキドキじゃ。ハートの1つにチーズを押し付ける。レイヤーを作りたい。こんな感じで、それからもう1つのハートを乗せたら焼く時間じゃよ。時間はかからないはず。ほら、人のばっかり見てないの。うん、きつね色、いい匂いだ。うん、おいしそう。見て、ビヨーンと伸びるぞ。完璧。勝者は明らかじゃろう。自信満々じゃない。おじいちゃんどう思う？とっても独創的だね、メグ。おいしそうだよ。おお、グリルチーズサンドイッチだ。しかもカラフル。うん、引き分けだね。本当に？まあ別にいいか。公平な判断じゃ。おい、えへん。あれ、ここはどこだ。私は最高の夢を見ていた。とにかく次の挑戦はクレープだ。何？始めなさい。ワクワクするな。難しくもないじゃろう。材料は揃ってる。大好きなチョコレートシラップもあるよ。楽しくなりそう。やることは分かってるんだ。うん、見せてくれ。ちょっとやめてよ。そっちにいてよ。ボールを使うよ。まずは卵から。殻が入らないように。カリカリのクレープなんて嫌でしょ。次に牛乳を加える。もういいかな。次は小麦粉だよ。測るべきなんだろうけど、適当にやるタイプなの。自分のルールは自分で作る。さあ、泡立てよう。軽くてふわふわのミックスを作りたい。散らかっちゃった。よくあることだから。おばあちゃんは元気かな。私のことは心配しないで。1枚目ができたぞ。さて、次はトッピングじゃ。急いだ方がいいね。やったよ、クレープ作っちゃった。すごいでしょ。チョコレートスプレッドをかけるよ。素敵で甘いものにしたい。舐めちゃいたいくらい美味しい。クレープに塗るよ。もっと塗ろう。お、見て、美しい。いっぱい塗ってチョコだらけにしたい。自分用のご褒美ってね。さあさあ、うまい。でもなんか足りないな。バナナだ。これでヘルシーだよね。味さえ良ければそんなの関係ない。バナナを潰すよ。結構硬いな。助けを借りよう。あれは何？羊か？大正解。ここを開けて、穴にバナナの切れ端を入れたら、ここを閉めるんだ。準備 OK。 次に尻尾を巻いていくよ。これ面白いね。動画の制作で羊が痛い目に遭ってることはないからね。見て、バナナが出てきたよ。頭も動いてるよ。じゃ、背中からバナナを取り出すよ。
文字にするとなんか変な感じだけど、これをクレープにのせる。チョコレートとバナナの組み合わせは最高だよね。しっかり広げたら巻いていくよ。甘い巻き寿司って感じかな。早く食べたい。さあ仕上げの時間、チョコレートシロップをかけるよ。歯医者さんに怒られそうだけど。ああ、スプリンクル、見た目も綺麗、芸術品だよ。見た目だけじゃなくて味もいいのはお墨付き。おばちゃんどうぞ。時間の無駄だ、早くしなくては。私のクレープはおかず系にしようかの。トマトペーストで覆うよ。これで完璧。次はチーズじゃ。それは広げられないね。どうすればいいんだ。小さな羊のペットが欲しいの。そうだ、わかった。このザルが使える。同じようにできるぞ。チーズのブロックに押し付ける。穴から絞り出すようにしたいんだ。こんな感じだ。これですくい取れるぞ。とてもクリーミーじゃないか。クレープに加えよう。これで舌触りもいいだろう。巻く時間だ。ここは簡単じゃな。最後のひと手間、オイルをかけるよ。おいしいといいな。出来上がりじゃ。ああ、二つの異なるスタイルだな。私をうならせた料理は。待って、それはやめてくれ。せっかくのドラマチックな瞬間が台無しだ。ちょっと待ってくれ。非常用にソーセージを携帯している。このフォークでスライスするんだ。マッシュソーセージはお好きですか。見てられないよ。おばあちゃんにこれあげる。四本足の友達だよ。おばあちゃん。あれ、それはなんだ。ソーセージちょうだい。もうしょうがないな。ソーセージドッグのあだ名の理由がこれ。今にわかるよ。ソーセージをここに入れたら一口大にカットしてくれるよ。未来のガジェットって感じ。うお、次世代ってやつじゃな。助かったよ、ありがとう。これこそ私のクレープに必要なものだ。まるでグルメ料理じゃな。それは言い過ぎじゃない。それでどう思う。おっと、これで全てが変わった。引き分けだ。うお、助けてくれてありがとう。おばあちゃんの誇りじゃよ。はあ、おいしいコーヒーだ。あー、おいおい、彼は毎回こうだ。何やっとんだか。解決方法はあった。コーヒーのお供に甘いお菓子を作って。良さそうじゃの。これは厄介かもしれない。材料は悪くないわね。ちょっと待って、ひらめいた。仕事に取り掛かる時間だよ。これをどうしようかの。これは美味しそうだ。おー、いいな。マシュマロを使うよ。最高のデザートを作るんだ。でももう一つ必要なものがある。私のスモーメーカー、やっぱこれがなくちゃね。これで完璧に作れるよ。このパーツをどかせて、クラッカーを土台の上に乗せる。次にチョコレートを上に乗せる。それからマシュマロ、反対側も同じようにするよ。そしたらこの部分を乗せて固定させるんだ。これは重い。電子レンジの中に入れるよ。準備完了、加熱タイム。ほら、マシュマロが溶けてる。ふにゃふにゃになっちゃうよ。おいしい雲を食べてるみたいだよね。よし、出ておいで。早く食べたいな。おいしそうすぎる。早速。ほら、見てよ。おい、何してるんだ。私が食べるんだぞ。え？あ、そうか。もう一個あります。早くしないともしかすると食べちゃうかも。時間がないよ、おばあちゃん。え、あ、もちろん。プレッシャーに弱いんじゃ。焼き方が必要だな。そこにチョコレートを入れる。全部使うよ。それからマシュマロを乗せてオーブンに入れるよ。基本的なものだけど、きっといいものになると思う。焦げないようにな。もう出てきてもいいかな。素晴らしい香りだ。パン作りのマエストロじゃ。それだけ？ベストを尽くした。トロトロじゃよ。気に入るはずじゃ。多分。まずそうだな。私の勝ちだ。勝負にならん。おめでとう。スモークレ、やったー。やっぱりそうかい。忘れないぞ、絶対に。うげ、おいしくない。おばあちゃんとメグ、どっちが勝ったと思う？下のコメントで教えてください。動画のお友達との共有と新着動画を見逃さないように、チャンネル登録もよろしくね。
これが飛びそう。狙って。なに、えっしー。面白い顔してる。また撃っちゃおう。指にトゲが刺さっちゃった。はいはい、落ち着いて。さて、ちょっとトゲを見てみましょうね。確かにトゲが刺さってる。まずはバイタルサインを測定するわ。聴診器を使うわよ。さーて、思った通りね。どうすればいいか分かったわ。あれがいいわね。あったわ。そんなの嫌よ。だったら金槌は。あ、やっぱりそれならシャベル。それでも保健の先生、ただのトゲよ。まあ確かにね、何か使えるものがあったはずだけど。ああ、注射器、これがいいわ。じっとして。いやー、吸引すれば痛いトゲがスポッと抜けるわ。完了。言っていいわよ。すごい、綺麗に抜けたし痛くなかったわ。そうでしょ。でもまだ指がヒリヒリする。え、何、準備はいい？リベンジよ。ここ綺麗ね。爽やかな緑の匂いがする。ん？何？ひどい匂い。超臭い。一体何の匂い？私じゃないよ。私の足か靴？嗅いでみるわね。違う。洗濯バサミを持ってきてよかったわ。さ、リュックの中を見てみよう。うわ、超臭いものが入ってる。古いお弁当だわ。シェリーのなんとか。腐った食べ物の悪臭で死んじゃった。あ、これ動画だった。巻き戻しちゃおう。ここまででいいわ。再生。今日は楽しいピクニックになるわ。これを食べるのが待ちきれない。待って、お弁当を新鮮に保てる方法があるの、信じて。そこまで言うならいいけど。このウォーターボトルに水道の水を入れるのよ。でも半分だけね。これでよし。これを横向きにして冷凍庫にしばらく入れるの。待たなきゃいけないの？なんでよ。私を信じて。もういいわ。冷凍庫を開けてチェックしてみよう。水が大きな氷になったよ。これをリュックに入れて食べ物が腐らないようにするの。冷たい食べ物も冷たいままよ。ほんとよ、すごい。さてと、ランチにしよう。リュックの中を見てみて。わかった、お弁当出すね。ウォーターボトル、氷は溶けてないわ。すごい、食べ物が腐ってないかチェックしてみよう。開けて匂いを嗅ぐわね。ああ、あれ、これ何の匂い。私だ。消臭してあげる。体臭でピクニックを台無しにできないわ。よし、準備万端ね。タイムトラベルできるからね。今日は暑いわね。もう無理、エアコンつけよう。まだ暑い、センスがいるわ。何、シェリル、どうしたの、すごく赤いけど。大変、私はどこからここに座って。痛そう。はい、冷やしてあげる。ダメよ、冷えないわ。全然冷えない。ちょっと待ってて。冷やすのがあるはずよ。袋に入った氷がいいわ。よーし。はい、シェリル、氷を持ってきたよ。これで日焼けを冷やして。よし、これでも無理よ。ダメか、ちょっと考えるわね。シェリルを丸ごと冷蔵庫に入れちゃえばいいかな。いやいや、ダメよ。あ、ビーチで使ったタオルが入ってる。そうだ、わかった。痛いよ。よし、丸めたタオルに水を含ませて、濡れたら冷凍庫に入れるの。そしてもちろん凍らせるのよ。よし、もういいはず。見てみよう。タオルが凍ってる。でもカチカチじゃないよ、完璧。シェリル、今回はいいものを持ってきたよ。タオルを広げて、はい、どうぞ、これにくるまって。
ああ、冷たくて気持ちいい。これで楽になったでしょ。最高、あなたってすごいわね。よかった、自分用にも作ったの。だって暑いんだもん。あなたもひどい日焼けをしたことがある？コメントで教えてね。この動画を友達にも教えてあげてね。楽しい動画があるからチャンネル登録してね。このチャンネル聞いたことがあるわ。興味深い。あれ、何かが起こってる。ああ、すっきりした。わお、いっぱい出た。今日は終わり。流さなきゃ。流れないわね。本当ならもういなくなってるはずなのに。トイレ壊れちゃったのかしら。これは良くない。新しいトイレを注文しないと。この魔法のパッド持っててよかった。何があるかな。違う。あ、これ。早い。今行くよ。荷物のお届けです。私に。小さくない？何かの間違いだと思う。あ、待って、間違ってないよ。変なの。残りはどこ。何かがおかしい。トイレってこんなに小さいんだっけ。これは。これが新しいトイレ。使えないじゃない。どういうこと。もう何かの冗談。ポテチなくなっちゃった。まだ食べたいのに。イライラする。おばあちゃんなんで怒ってるんだろう。わあ、これすごい。巨人になった気分。それにお菓子が入ってる。僕にぴったり。ロリポップ、おいしい。これだけじゃないみたい。蓋を開けたら中にもお菓子。ロリポップのコーティング。わお、すごい。味も最高。箱はどこ。デイビッド、汚いわね。最近の若者は理解ができない。トイレから食べるんだったら歯くらい磨きなさいよ。はいはい。このお皿は小さすぎるわ。こっちの方がいい。デイビッドの朝食にぴったりね。朝食は一番大事な食事だからね。今日はシリアル。デイビッド、朝ごはんよ。ナイスタイミング。おばあちゃんありがとう。お腹空いたよ、ちょうだい。牛乳入れるわね。もっと早く入れてくれない。なんでそんなにゆっくりなの。つまらない。デイビッド、起きなさい。ほら起きて、早く食べて。あ、おばあちゃんありがとう。う、ぐちゃぐちゃまずそう。う、ごめん、これは食べられない。ほっき。じゃあどうすればいいの。え、大丈夫。はい、これポンプ使ってみて。いろいろ早くなるよ。電池を入れて試してみよう。準備できたぞ。牛乳を使おう。蓋を取ったらポンプを入れるんだ。ぴったりフィット。固定も問題なし。ボウルに押し付けると牛乳が出てくるんだよ。これで美味しく食べられるね。すごいでしょ。わお、そうね。牛を思い出す。他にも使える？何してるの？私はジュースが飲みたいから試してみるね。わお、すごい。おいしいトマトジュース、早く入れられて便利ね。デイビッドも飲む？いや、嫌だよ。おいしいのに。なんでこんなことに。この世界は卑怯だよ。僕のこと古いなんて。リシ、なんだ。彼女の顔なんてもう見たくない。終身は手になれないよ。幸せなんてゴミだ。お菓子だけが味方だ。僕は美味しくない。
心に開いた穴を砂糖で埋めてやる。朝からずっとお菓子の食べ過ぎね。全部食べちゃったらどうしよう。歯医者さんに怒られちゃう。あ、そうだ、デイビッドも喜ぶはず。電話しなきゃ。もしもし、お菓子の機械一つちょうだい。食べても食べても物足りないよ。リジー、なんで、なんでだせよ。あとは待つのみ。最近の配達は早いこと、すぐ戻るわね。はい、ありがとう。デイビッド、これをあげるわ。これでリジーのことを忘れられるはず。開けてみて。僕に何？よくわからない。どうすればいいの？すぐわかるわよ。その間にお菓子は全部もらおう。袋に入るかな。待って、お菓子取ったの？返して。行かないと。残りはどこだ？だから歯が抜けちゃうんだよ。これ試してみよう。まずはお菓子を入れる。十分かな。よし。取れた。穴の中に落として。ゲットだ。あら、遊んでるわね。お菓子も食べられるからね。おいしい。人生どんな問題が起きてもガジェットが助けてくれるんです。皆さんのお気に入りはどれですか？コメント欄で教えてくださいね。この動画をお友達に共有してチャンネル登録もよろしくお願いします。そこじゃない、ダメ。誰かいる？あ、玄関？パパ。開けて。パパってば。呼んだかい？気のせいか。本に戻ろう。中にいるんでしょ？うん、もう私が行くよ。時間がかかったわね。こんにちは。本日の訪問販売はフライパンよ。興味ない。じゃあこの掃除機は？家の埃にバイバイ。いや、チャレンジ受けて立つわ。わお、このクリーナーはどう？耳も鼻も綺麗になるよ。試してみる？ありがとう。すごいね。毎度あり。はい、出して。そうだった、これあげる。え、嘘でしょ。こら、閉めないで。早く試してみたい。効果があるかな。いくよ。くすぐったい。楽しいかも。あ、そうだ、いいこと考えた。パパ、来て。なんだい？じっとしててね。一体何を？いいから。耳の中こうなってるんだよ。うえ、気持ち悪い。汚くないかい？やばい、掃除しなきゃ。あは、これすごい。はい、チーズ。髪の毛だけ直させて。はい、一緒に撮ろう。いい感じ。見てみましょう。あら、かわいい。そうだ、ママ、いい一枚になりそう。あ、おかえり。大変だった。写真できたよ。ママ、そんなのいいのに。このミニプリンター使えば印刷できるよ。アプリでフィルターを選んだらプリントを押すの。うわあ、本当だ。すごいわね。技術って素晴らしい。私もできた。面白い。友達にも見せなきゃ。
たくさん取れたわね。匂いがする。近い。あった。全部私たちの。美味しそうだな。その前に。お菓子じゃないじゃん。でも健康にいいわよ。つまらない。お菓子は終わりね。諦めるわけにはいかないね。うん、見て、ここ、ほら、これ見つけちゃった。おー、ナイス。チョコレートの用意はできてるよ。やった。でもママどうする？見つからないようにしなきゃ。任せろ。ハニー。あら、踊ろう。パパがダンス？珍しい。とにかく今がチャンス。バナナ、この中に入れて。もしもし、ここにチューブを差し込んだら、ひねってバナナの真ん中が取り出せるの。こうやって食べる？いらないの？うん、バナナのストロー。おいしい。中に詰めよう。チョコスプレッドを入れたら準備 OK。 ハンドルを下に押してバナナを外したら、たっぷり入った。あとは剥くだけ。うん、おいしそう。昔と同じくらいダンスが上手ね。高校生に戻った気分。お利口さん、バナナ食べているのね。できたかい？見て。わお、ありがとう。踊れてよかった。うん、面白い。目が離せない。ポップコーンなくなっちゃった。大丈夫、私に任せて。待っててね。種をフライパンの中に入れて火をつける。失敗しちゃったみたい。これは食べられないね。もう一度。今度こそすぐできるはず。本当に大丈夫？何も起きなくてよかった。ポップコーンだよ、ほら。はいはい。でも必要なのはこれ。ポップコーンメーカーの中に種を入れるの。こうやって蓋を閉めたらスイッチオン。おお、何か起こってる。ポップコーンだ。おいしいのがいっぱい。簡単でしょ。はあ、よく寝た。支度しなきゃ。まずは歯磨き。おばあちゃん、歯磨き粉全部使っちゃったみたい。ストック買っておいてよかった。あとは待つのみ。隠れてみてよ。お風呂がちょうど。静かに。飽きたかな。息が臭い。変なもの食べたかしら。よし、歯磨きしなきゃ。歩くの遅いんだから。遊んで待ってよ。あと少し、あと数歩。到着。さあ磨きましょう。歯磨き粉はあった。これで十分。もう少しだけ。あ、うん。バレちゃったじゃなくて、どうしたの？歯磨き粉ちょうだい。歯磨き粉のディスペンサー使った方がいいんじゃない？ここに刺して壁にくっつけるの。レバーを押せば必要な分だけ出てくるよ。ね？便利なガジェットね。変化が嫌いな人もいますよね。でもこれらのガジェットは生活を便利にしてくれます。お気に入りのガジェットはありましたか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。やった、
チャンス。新しい髪型にしてあげるね、ソフィア。大丈夫、私うまいから。きっと気に入るわよ。可愛くなるから。ねえソフィア、起きて。え、何？ああ、髪が。何してくれたの？気にならない？何？どうしたの？あら、見てよ、ひどいわ。大丈夫よ、また伸びるわ。シェリル、ダメでしょ？お姉ちゃん怒らせちゃって。ああ、そうだ、これがあったわ。これで遊びなさい。ああ、ありがとう。いいのよ、面白そう。昼寝することにするわ。わあ、ワクワクする。この人をちょっと外して粘土を入れるのよ。いいわね。そしてレバーを押せば。わあ、髪が伸びた。すごーい。へ、面白い髪。わあ、最高。ヘアカットするわよ。いい感じ。ここも切らなきゃ。バリカン使っちゃえ。この方がいいわ。へへ、坊主になった。いいこと思いついたわ。本物のハサミでね。動かないで、おばあちゃん。いい匂い。楽しい？シェリル。私シェフなのよ。晩ご飯を作っているの。でも、もっと材料がいるわ。ああ、アイロンって嫌い。つまらないのよ。シェリル？何してるの？言ったでしょ、料理を。化粧品が台無しだわ。ああ、そうだ。困った時は、これこれ、これがあれば大丈夫。これがあれば大丈夫。料理って簡単。ほら、これを見て。めちゃくちゃだわ。片付けなきゃ。え？ほらこれ。わあ、ありがとう、ママ。尻尾を取ったら、小さなボールがいっぱい。これを瓶の口に引っ掛けて、ポンプを使うの。見て、ママ。ラメを入れよう。かわいい。次はどうしよう。この人形を入れよう。ポップイットも入れちゃおう。次は、もっとラメ。色がいっぱいだわ。ああ、スライム。もちろん入れるよね。ゆっくり。楽しい。そして蓋をして。わあ、すごい。ママ、見て。素敵じゃない？シェリル、やめて。風船をもう一個作ろう。ダメー。いやよ、離して。トイレしなきゃダメよ。いいもん。え、何？へへ、シッターさん、トイレに戻って。嫌だよ。はあ、もうまたなの？え、何？いい加減にしてよ。考えてたら。バイバイ。何か方法があるはずよ。そうだ、こんなの食べたくないよ。これで遊びたい。エッシー、これを見て。フラミンゴさん、お腹すいた？はい、どうぞ。あら、おいしいのね。わあ、本当に食べてる。でもトイレに行かなきゃいけないのよ。すごい、私も見たい。本当にうんちするのかな。ごゆっくりどうぞ。それでいいわ。あら、ずっと行きたかったのね。まだ出るの？わあ、本当にしてる。私もするわ。
いい子ね。もう行っていいよ、大丈夫だから。私とフラミンゴさんだけね。お利口さんね。何を食べたのよ、目にしみるわ。手先が器用でよかった。くすぐったい。鼻毛が切れたわ。ねえ助けて。座って。髪がめちゃくちゃなの。ほんとね。直してくれる？できると思う。これを使うの。やっぱり座って。私を信じて。大丈夫？それを使うのはやめてよ。それなら昔ながらのやり方にしましょう。なにこれ、私の綺麗な髪が。やめて、切るのはやめてよ。大丈夫よ、いいものがあるから。大丈夫だから。ああ、それなら良さそう。このフックを使って髪をマシンに通すの。こうやってね。へえ。そしてスイッチオン。髪を通していくの。そしたらマシンがやってくれるのよ。反対側もね。すぐできるし簡単でしょ。できたよ。わあ、かわいい。気に入ったわ。ありがとう。私じゃなくてマシンのおかげよ。うん、かっこいい人がいる。いやあ、元気？楽しい買い物だったわ。いっぱい買っちゃった。買い物で喉が渇いたわ。もう飲ませて。もうちょっとよ。よし、やっと。あー、もうムカつく。助けが必要なようね。あなた誰？これを見て。ちょっと、ただじゃないわよ。これでいい？ライドリ。わあ、面白そう。あれ、どこ行ったの？お前か。これやってみよう。これを開いてトップスにつけるの。落としたものを拾わなきゃ。本当にいっぱい買ったわ。ジュースはドリンクホルダーにね。これでいいわ。負けないわよ。勝たせないわよ、シェリル。前もそう言ってたよね。見て、おもちゃがいっぱい。全部欲しいわ。私のよ。レディーゴー。難しい。ん？私の勝ち？わからない。どっちがチャレンジに勝ったと思う？エッシー、それともシェリル？コメントに書き込んでね。この動画を友達にも見せてあげてね。チャンネル登録もよろしくね。